今回は、任天堂スイッチで、ウゴメモが出るという噂です。ウゴメモというゲームは、パラパラ漫画のような、自作アニメーションを作れるとして、人気になったゲームです。で、スイッチのウゴメモの配信が予定しているのではないかとする噂が浮上しています。この画像は、ウゴメモのタイトル画面やギャラリー、編集画面と思われます。また、ギャラリー的な画面の画像もあり、3D 立体。スイッチ版ゴメモの画像は海外が作ったような、不自由な日本語。もし、任天堂スイッチでゴメモが出るとしたら、3DS と同じように、基本無料として。それか、任天堂スイッチの有料オンラインサービス加入者向けの特典になるかもしれませんね。これが、デマ情報でも、スイッチでゴメモは出てほしいです。あと、ピクミン4も出てほしい。任天堂ダイレクトに期待ですね。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしく。